どうも正解家族の100億人からファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、今日何日か忘れましたが21です。21日です。はい、はい、福島県です。福島県です。まあ僕とね、西さんはあの前の同じ会社だったんですね。うん、そうそう、むすび不動産やっちゃっていいから、いいんじゃない、言っちゃって大丈夫か。はい、なんですけど、個人事業のまあ集まりの不動産屋さんで、うん、僕最後の1年間ぐらい、うん、1日1時間か2時間ぐらいしか仕事してなかったんですよね。言ってたね。はい、うん、それなんでかっていうと、うん、パチンコに行きたくて行きたくて仕方なかったと。実ははいよく聞く話だよね。はい、うん、でめちゃくちゃ生産性自分ながら高い仕事をしてて、うんうん、できてたと、うん、あだと思いますよ、本当にですね、うん、売上高いってたもんね、普通にね。まあ、うん、結構高い方だったと自分で思いますけど、うん、はい、で今もね、パチンコ行きたくて仕方ないので、うん、何が行きたいかっていうと、はい、あそこにしたかったね、話ね、はいはい、編集作業残ってるんですけど、多分ニッシーさんも同じ気持ちだと思うんですけど、行きたくて行きたくて仕方ないって感じだと思いますので、もう行きたくてしょうがないよね。ですよね、うん、なので編集作業とか、もう今日は集中力高めて頑張っておらせて、うん、早く行きましょう。なんかあれだね、今日ガテン系な感じだね。暑い系の感じだった。あ、そうですか、ね、もう起きた人も本当毎日遠足のようなね、うん、感じですからね、うん、ワクワクした。本当そうね。はい、よかったよ。あ、よかったです。うん。はい、2ヶ月後変わってるかもしれないですけどね、そう言ってるのが。帰りたいっす。はい、じゃあ今日の目標をはいお願いします。はい、はい、今日の目標、今日の目標は、編集やりすぎないことですね。あー、うん、これめちゃくちゃ凝っちゃいますからね、うん、編集さんは、うん、マジで凝り性っていうか、多分好きなんだよね、心底。それちょっとね、やりすぎないで、なんとか時間のバランスを、ね、取れるようになりたいなと思います。なるほど、はい、真面目に受けて、はい、早くようと思って、まあ、いいや、いいと思います。はい、はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。はい、どうも、どうも、こんばんは。こんばんは。今日の結果報告です。はい、今日は、午前中は編集して、うん、ここから行って、うん、まあまたね、北斗へと、はい、まあ、なんでこんな北斗8ばっかりになってるかっていうのをね、うん、まあ、ちょっと話したく長くなるので、それはまた別の動画でちょっと話す機会があればいいなと思うんですけど。そうだな、うん、はい、ただかなり使えるんですよ、僕の中で。ああ、うん、もうパチプロが言うんだからそうなんだろうな。パチプロ多分全体的には狙ってないと思う機種だと思うんですけど。ああ、そう、うん、うん、僕は結構いろんな攻略要素が絡んで、うん、まあ使える機種だと僕は思ってますね。うん、はい、うん、ただ単に北斗の剣が好きだから売ってますっていう理由じゃないんですよ。原哲夫のファンにかかって思ってない、俺は。ファンはファンですけど、ファン、ね、全部ね、ギフ堂々以外は全部読んでますけど、うん、はい、うん、蒼天の剣も読んでるし、もう素晴らしい、はい、面白いな、ね、面白いですよね、はい、うん、お前は死んでるって中国語で言うと何ですか。にいしんすうろ覚えでしたね。うろ覚えです。そんな感じになってきます。まあまあそうですね。いいチンスーラーなんですけど。いいチンスーラー。これはとてもいい話はあれなんですけど。はい。で、北斗8をまあ12時ぐらいからかな。うん。打って。うん、結果は、はい、まあ、2人でプラス9万4000。まあ何がしかな。はい。素晴らしい。やっと収束してきたねえ。うん、長かったよね、きっとね。そうですね、やっとプラス域に持ってこれたかなっていう感じですね。うん、いや、よかったよ。そして楽しかったね。楽しかったね。うん、ポンポが当たったからな。うん、うん、何が楽しかったですか。ポンポが当たったのが楽しかったですか。まあそうだね、浅いところで当たってくれたからさ、うん、そのうわ当たんねえよ、暇だなっていう時間がなかったから、はいはい、それが一個だよね。確かにね。あとはもうバットの活躍だね。ああ、僕の中で、ね。確変中のね。確変中の。いやー、クソつまんねえっつったからして、やめてくださいって言ったんですけど。なんでだよ。
楽しいじゃん。いや僕も今日なんとなく最後もうなんか言われるかも選んだんですけど楽しかったですね。楽しかったでしょ。うん、プチューンとかやるからプチューンがやりますからね。うん、面白いから確かに意外と演奏多いんだ。うん、前半はサウザーリーチで、うん、当たって2回で連続で、そう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 、そうだったね。サウザー来て、で回想来たなと思って見てたら、うん、1回想来て1回目の回転、あで7が、ね、そう7がテンパしたんだよね、うん、え何事と思って、そう、うん、7が来たと思って、で7点して当たった。大して熱くないの。そうそうそう、来てですね、うん、緑マントの男が出てきたぐらい。ああ、もう最初のやつね。あれプレミアですね。違うでしょ。どっか何回も来るやん。いや、西村さんはもうほんとちょっとでもチャンスがあると思ったらちゃんとしっかりカメラ構えるんですけど、そこは大体諦めてるんで。そう。この人ひどいよ。大体、めっきりカメラ構えないでね。YouTuber の自覚あんまないから。いやいや、ちょっと本当にちょっとでもあったらもうすぐさま構えるんだよ。本当ですかね。これ当たったら当たるから。やばいですね。当たった。バチ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 やってくる。確かに当たったじゃないよ。それはちょっと反省してですね。もう少しカメラ構えていきたいなと思いますけど。ぜひそうしてください。本当に。はい。撮れ高の問題になってくる。今日だっていいやつ弾いてたよ。そうなんですよ。うん。ね。ドライブギア演出とかなかなか見ないでしょ。普通常時ドライブギア来たりなんだ、うん、なんか弱い弱リーチなのに、字がキリンだったりとか。あ、そうそうそう、急にね。あれとか言ってる、全然収められてない今日。そう、本当に。あとか言ってる。もう一回やったの、もう一回。もう一回だよ。もう一回、またって。で、大抵あれなんだよね。多分僕の台見てるでしょ、あの時。そうですね、多分、うん、ね、うん、西村さんちゃんと止めちサボらずやってるかなっていうのだよね、それだよね。いや、まあありがたい話よ、ありがたい話だけど、うん、今日も帰りにちゃんと球流しても3、4発ぐらいは球に詰まってるんでちゃんとそれも打ってから帰ってくださいねって言ったりとか。そう、ほんとこの人スパルタなんだけど、YouTuber としての自覚がなさすぎる。いや、パチプロとしての自覚あるんで。そうそう、そこはね、そこはね、一番やるんで、そこはもうね、あの、誰よりもあるんだと思うよ、本当にね。うん、動画はもう撮れなかったから、撮れなかった。そうですね。はい、まあ、そっちが大事ですからね。もうちょっとずつですね。うん。で、まあね、明日、もう午前中編集しましょうとか言ったんですけど、明日は、特定日、一応ね、そう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 、今日行ったお店、うん、ちょっともうできたし、うん、うん、しかも今日の21時ぐらいから並んでるバカが、で本音が出ちゃったよ、本音が出ちゃったよ、いや、すみませんね、今の失言でしたね、うん、はい、まあ、それらしい人が4人ぐらいね、あの何簡易的なさ、アウトドア用の椅子ってあるじゃん、はい、こうやってパッて開けてさ、そういうやつ、うん、あれ4個並べて、はい。しかもあれだよ、あの、うん、腕置ける用のやつよ、腕置けるちゃんとした椅子よ、うん、ちゃんとした椅子で4人くっちゃべって明日何言うとかどうこうの言うて、いや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 、そんなんで、ね、うん、もう入って1時間ぐらいの眠気でも変えたくなっちゃうでしょ。いや、なるでしょ。いや、僕も周りから見たら多分クズに見えると思いますけど、うん、そんな僕がまあって思いましたよ。いやいやいや、こいつはって、うん、まあそうは思うよね。うん、あれ抽選にすらいいのね、先着順とかでああなっちゃうわけでしょ、うん、あの抽選、うん、ね、地方はね少ないですね、なんか抽選が。あ、そう、感覚、うん、うん、都内は大体抽選なんですけどね、そんなイメージあるよね、うん、うん、いやー、まあ、スロットは打たないんですけど、少なくてもパチンコは、どんな台の確変をただで打てますよって言われてもそんなことしませんよ。しないね。うん。うん、スロットは設定6は掴んだら10万円ぐらいの価値あるんですか ?10 万円はない。ないかな。1日12時間打って、5、6万とかじゃないの ?5、6万。うん、まあ6万だったらやる価値ちょっとあるのかもしれないですけど、うん、うん、プラス3000万ぐらいじゃないかなって言ってね、うん、うん、はい、なんかね、ま
好きだからね、きっとね、好きでしょうからね、まあ、そんだけね、少年の気持ちを持った素敵な方々ということですかね。ええー、まあ年は僕らよりも上でしたけどね、見た感じね。はい、まあね、うん、そんだけ、まあ、期待されてるってことですからね、明日は。そうですね、はい、まあそうですね、で寝台でできれば窓まぎが入ったのでね、そこもえそうですよ、窓まぎ、そう大好きなんだよね。まあでももうあれ原作から好きだから、俺。あ、そうですか。うん、スロットもずっと打ってたし、パチンコもずっと打ってるし、映画も見てし、あ、もう本当に大好きだから。本当にもうね、信じて大好きな、信じてる、まず信じてるけど、どうでもいいんでそれ。うん、足りないかな、奇跡も魔法もあるんだよ言うてさ、何かすごくわからないですけど、うん、窓かキューベルさんだね、違う、あ、本本本前の窓やにもそんなに打ってないんだね。まあ、ちょっとクソつまんないアニメだなと思って。バカ野郎。バカ野郎が。すげえ面白いじゃん。魔法少女が魔女を倒すために戦うんだけど、魔法少女のエネルギーがなくなっちゃうと、なんと敵であった魔女になっちゃうっていう、すごい設定じゃない？すごい設定ですね、それは。興味ねえ。すごくない？子供しかないんですか、うん、ということで、まあ、明日はじゃあ窓まぎ以外をちょっと狙っていきたいなと思いますので、ちょっとそこを期待しようよ。釘開いてれば打つでしょ、釘開いてれば。まあね、取れ高、取れ高もいいね、取れ高もいい、取れ高いいですか、うん、気になれば、はい、まあね、うん、開いてれば、まあ、取れて開いてればね、まあそうですね、はい、うん、そうしましょう、そうしましょう、はい、はい、じゃあ今日は早く休みましょう、はい、そうしましょう、はい、うん、あ、今日の目標なんか言ってました？言ってないんじゃないかな、あ、今日の言ってないか、言ったと思うけど、いやいや、うん、なんだっけな、まあ、意識してないってことだから意味ないですね、なんだっけなってことは、ちょっと意味ないですね、はい、なんか言ってたと思うんだけど、ごめんなさい、はい、バイ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 。Yeah.